てないやろな。すごい大きな嘘をつかれた。許せない、絶対許せない。匿名で文句を言う人とか浮気されまくった。親父ぐらいですかね。ちょっと早めに死んじゃったんで。すいません、ちょっと質問なんですが。恨み？そうだね、私もっと警察官だったんで、私が逮捕した者の中に私を恨んでる者がいるかもしれんけども。何の番組？人を呪わば穴二つ、下手な復讐は身を滅ぼすわよ。地球を救え、未来を救え。俺はな、もう怖いもんなんか何にもねえんだよ。制服をぶっ飛ばせ。殺してくれてありがとう。子供たちの未来を守るため、私たち制服教はさまざまな環境保護運動に取り組んでいます。巡ります。お願いします、妻と息子を取り戻してください。だからさっきから何度も言ってるでしょ、信教の自由は憲法で保障されてるんです。奥さんも息子さんも自分の意思でそのなんとかっていう宗教に入ったんでしょ。だからそれは二人ともマインドコントロールされてるんです。そんなこと言われてもね。3ヶ月前に他の信者たちに連れ去られて、でその時も警察に捜索お願いしたんですけれども、ダメだって断られて、だから私一人で必死に探しました。もう本当に本当に本当に頼むのはもう警察しかいないんです。お願いします、もう助けてください。お願いします、本当にお願いします。無理です。民事不介入の原則がありますから、事件性もないのに警察は介入できません。何笑ってんだよあんた。でちゃんと話帰ろうよこいつを。おい、何のための場所なんだよ警察ってよ。ふざけんな。てか何座？乙女座。私天秤座なの。でも今日いい感じな気がする。本当に？もう私もやってもらいたいな。はい。怖がらないで聞いて、あなた後ろに水子の霊がいる。え、水子？あなたのご先祖様が中絶して死んだ赤ん坊の霊ね。あなたその子の怨念を背負ってるの。早くしないと危ないわね。事故や事件に巻き込まれて死ぬかもしれない。やだ、嘘。さあ気になる今日の運勢は。轟花井の開運占い。霊能者の轟花井だ。
また出たよ恨み屋。ヤドロギ警部いい加減にしてください。恨み屋なんてこの世にいませんって。あの男です。午後3時45分、傷害の現行犯で逮捕する。ケイコ、自分で事件起こしてりゃ世話ねえな。お前だろ、お前が何にもしてくんねえからこんなことになったんじゃねえか。お前だよ。私は20年以上地元の信用金庫で真面目に働いてきました。こんな事件を起こすような人間じゃありません。私は妻と息子を取り戻したかっただけなんです。取り戻す？誰から？制服教です。制服教？あの店は制服教の幹部の轟花江が経営してるんです。この轟花江様には全部お見通しだ。アクセサリーやパワーストーンは単なる客寄せだ。裏じゃ霊感商法で大儲けですよ。霊感商法？前世も因縁を払うためだとか言って、聖水だの聖なる石だので何十万何百万って金で売りつけてるんです。なのに国はそういう悪の団体を取り締まるところか税金面で優遇し、警察は民事不介入を理由に助けてくれない。なんでだ、なんで国も警察もそんな熱量のわらしにするんだ。佐藤さん、信教の自由も布教活動の自由も憲法が保障する人権なんです。個人がその団体の教えを信じて価値を認めるんであれば、霊感商法も一概に詐欺とは言い切れないんですよ。それが正義ですか？ねえ、それが警察の正義ですか？被害者の高校生も店もあなたを訴えないそうです。ただし奥さんから一つ条件が。誓約書。私佐藤和也は妻恵子、息子新一に面会、電話、郵便、その他いかなる手段方法をもってしても接近しないことを誓約いたします。できるだけ、ね、俺そこに入るから。もうすぐ。この轟花江様には全部お見通しだ。これは前世の因縁だ。また魂を浄化させないと地獄に落ちる。そいつだ、その女のせいだ。その女のせいで俺の結婚の前に魂、お前のふざけて男を浄化しないと
ラミア本舗。人は誰もが二つの顔を持つ。笑顔の裏に犯人の表。ほんの一瞬で愛は憎しみに変わり、積もる恨みがこの世を血の海に変える。一寸先は闇、振り返ればそこに闇。でもその闇に人は誰も気づいていない。家を買って引っ越した時、記念に撮ったもんです。小さなマッチ箱みたいな一戸建てでしたが、家族4人十分に幸せを感じてました。それが1年前、娘のしおりが交通事故で、車を運転してた息子は自分が妹を殺してしまったって責任を感じて心を閉ざしてしまって、妻はショックで錯乱して、葬式の後人づてに紹介されて轟花枝に会ったんです。轟花枝、霊能者です。近頃はテレビにも出てるようです。かわいそうに娘さん成仏できてないね。まだ自分が死んだことさえ分かってないよ。ん？ほら今あんたの後ろに娘さん来てるよ。ひどい姿だ。お母さん、お母さんってあんたのことずっと呼んでる。しおり、しおり。娘さんが死んだのはあんたの前世の因縁だ。あんた前世で人二人殺してるんだよ。今のうちに魂を浄化しないと子孫末裔に至るまで地獄に落ちるよ。どうしたらいいですか。助けてください。お願いします、お願いします。妻と息子は轟花枝に勧められるままに制服教に入信してしまったんです。信じる者は救われる。あんたたちを地獄から救ってくれるありがたい霊石。特別に300万でいい。何が前世だ、何が地獄に落ちる運命だ。お前こそ地獄に落ちろ。人を呪わば穴二つ、下手な復讐は身を滅ぼすわよ。相手の墓穴を掘るつもりが自分の墓穴まで掘ることになる。素人が復讐を果たそうなんて所詮無理な話です。その点我が社は優秀な社員を数多く抱えています。証拠は残しません。社会的抹殺、実質的殺がいかようにもできますが。妻と息子を取り戻して轟花枝を社会的に抹殺してくれ。では報酬は1000万で。1000万。弁護士も警察もダメだったんでしょ。安いものよ。家の権利書を取り戻してくれたら家を売り払ってその金で払う。そんなものすでに名義変更されてるわ。ちょっと待って。俺の命に代えて払う。約束する。
いいわ。あなたの命を担保に引き受けてあげる。あのインチキ女を地獄に突き落としてくれ。富も地位も名誉も全部奪い取って、轟花代を世界的に完全に抹殺してくれ。しかるべく。この番組は花王と ご覧のスポンサーの提供でお送りします。恨みや頼まれてた資料だ。さすが情報屋、仕事が早い。プロなら当然だ。なんだったら総理大臣の電話も盗聴してやろうか。轟花代は政府協の幹部なのね。まあ、世間には公表されてないがな、ルチルクォーツは教団での花代の精霊名だ。金運をアップさせる石の名前だ。まったく強欲なババアだぜ。前世の因縁で地獄に落ちるっていうのは決まり文句だよ。不安に陥ったやつを言葉巧みに勧誘し、制服教に入信させる。その上ただのしっころよ、聖なる石だとか言って100万200万って金で売りつけてんだ。完全な霊感商法ね。でもあんなインチキ霊能者に騙される方も悪いのよ。そうは言ってもな、人っていうのは何かにすがりたいもんなんだよ。宗教団体は全国で22万、信者の数は少なく見積もっても2億人だ。日本の人口の倍近くっておかしいだろ。宗教なんか信じねえって言ってるやつだってよ、家建てりゃ地鎮祭したり、厄年には厄払いしたりよ。困った時の神頼みだよな。信じる者は救われるってお前どっかで思ってない？これってよ、日本人の国民性なんだ。信じる者は救われるなんてただの幻想よ。情報や、轟花代の携帯電話を24時間盗聴していただいて。俺ああ怖い怖い、世の中で一番怖いのは恨み屋だよ。うん、怖いな。おっと、なんだよお前。哲也は体に悪いわよ。ありがとう。どっから入ってきたの？今の聞こえてたのかな？うん。ホテルか。どこですかホテル？お願いします。何ですか？お願いしますよ。はい。今日も楽しかったね。いやだしゅうくん、私まだ帰りたくない。また来ようね。恨みや、しゅう久しぶりね。頼みたい仕事があるの。女？ええ、誘惑してくれる？イケメン好きの53歳。楽勝だね。中年のおばさんは百発百中だ。俺にかかればイチコロよ。ストーンの店？うん、表向きはな。だが店の上は
制服教の研修施設だ。いいな、中に潜入して佐藤圭君に近づけ。潜入？借金の100万これで帳消しになるのよ。この仕事が終われば借金は完済。いや、これ偽の身分証明書と隠しカメラペンダントだ。分かった。左手出して。何この傷。ああ、心が病んでるって見た目で分かりやすいだろ。だからってお前マジでマインドコントロールされんなよ。されるわけないじゃん。私は占いも轟き花井も大嫌い。行ってきます。頼むわよ。あなたなかなかいいオーラが出てるわ。ありがとうございます。修行しなさいね。ありがとうございます。今日は特別にお一人だけ無料で轟花井先生が霊視してくださるそうです。ご希望の方は挙手を。はい。じゃあそこの方。おめでとうございます。はい、あなたです。さあどうぞどうぞいらしてください。おめでとうございます。来た来た来た。この轟花江様には全部お見通しだ。あんた辛い思いをいっぱいしたね。家族に問題がある。それに男を信用できない。え、なんでわかるんですか。誰に物言ってるんだ。私は轟花江だよ。信じないんだったら今すぐお帰り。適当ね。あの年頃の子が抱える悩みなんて家族か男しかないでしょ。制服教は若くてそこそこ可愛い女を布教活動に利用してんだよ。花江は絶対にリナを取り込もうとするんだ。どす黒い魂がうようよしてるよ。あんたお母さんは元気かい。え？ええ。そっか。でもね、このままだとあんたのお母さんは1年以内に必ずガンになって死ぬ。え？ガン？どうすればいいんですか？大丈夫。あんたが修行をして魂を浄化すればお母さんは死なない。修行？このお嬢さんを研修所にお連れして。はい、ルチルクオーズ様、こちらです。ルチルクオーズ様が気を込めた聖なる石です。本日は大中小それぞれ限定3個販売いたします。大買います。大の方。ああ、落ち着いて、ちょっと落ち着いてください。大の方ですね。はい、どうぞ前へ。もう一人大の方。はい、あと大一つですけれども。バカなやつらだ。 ありがとうございます。じゃあ大の方よろしくお願いします。え、次中の方いらっしゃいませ。定着3名なんですけど、じゃあもう一度行きます。はい、中の方。はい、
様と共に巡りますね。恵子さんは制服教に入って救われたの？ええ、もちろん。美穂さんを信じれば必ず必ず救われるわ。さ、魂はいつもサンストーン様と共に巡り、清く正しくが聞いて呆れるぜ。私から受け取ったってことは絶対に秘密だからね。分かってるよ。お互いギブアンドテイクで仲良くやってこうぜな、先生。地獄に突き落としてやる。サンストーン様、ルチル・クォーツです。我が教団のことをこそこそと嗅ぎ回っているドブネズミを発見しました。名前は渡辺誠、フリーのジャーナリストです。ねえ誠、何見てんの？制服教と関係のある政財界の大物リストだ。誰にいくら金が流れてるかも記録されてる。あ、すごい。ねえ、これどうやって手に入れたの？轟花江の院内写真と引き換えに手に入れた。これで俺の本のグレードは一気に上がるぞ。ねえ、本が出て印税が入ったら奥さんと離婚して私と結婚してくれる？ああ、万が一のためにこれ預かっといてくれ。嗅ぎ回ってるのは分かってる。
サンストーン様の御心に従い、お前たちの魂を救済する。巡ります。凶器は？この斧です。指紋もくっきりついてます。凶器の斧から夫の渡辺誠の指紋が検出された。渡辺は妻の陽子と娘の道を殺害し逃亡したものと思われる。捜査員一丸となって渡辺誠の行方を追ってくれ。はい。高杉管理官、現場に落ちてた制服用のバッジの件は？凶器から指紋が出てるんだ。そんなもの調べる必要はない。被疑者の確保に全力をあげろ。解散。はい。行きましょう。いや、驚いたね。まさか誠が女房と子供を殺しちまうなんて。まだそうと決まったわけじゃありません。圭さん、隠さなくたっていいじゃない。凶器の斧に誠の指紋がついてたってある筋から調査済みなんですよ。こちらに渡辺さんのデスクは？誠はフリーランスなんでデスクはありません。ではこちらでどなたか渡辺さんと親しくされてた方は？あやちゃん。こちら渋谷南署の刑事さん、アシスタントの篠原彩です。彩ちゃん、誠と一番仲良かったろ。刑事さんが話を聞きたいんだって。あとはしくよろで。どうも。すみませんが、ご協力お願いします。渡辺さんが行きそうな場所、どこかご存じないんですか？何か家族に対する不満を漏らしてたことは？最近渡辺さんは何について調べてたんでしょうか？篠原さん、これ殺人事件なんですよ。警部、そんな怖い顔で聞かれたら言いたいことも言えなくなっちゃうじゃないですか。すいません。篠原さん、何でもいいんで何か気づいたことないですか？制服教。制服教？制服教について調べてるって前に一度。でも私はそれ以上は何も知りません。私も仕事に戻らないと。ありがとうございました。何でもいいんで何か思い出したら連絡ください。お願いします。
明日の生放送はフリージャーナリスト母子殺害事件で行方不明中の夫渡辺誠の居場所を列出するわ。そんなことできるんですか？誰にもの言ってんだ。私は轟花江だよ。さすが先生、よろしくお願いいたします。ルチルコーツよ。渡辺誠の遺体の隠し場所に仕掛けを頼みたいの。階段を上がったところに誠の手帳、タンスの中には誠の腕時計を置いておいてちょうだい。うん、頼んだわよ。これで私も一流の霊能者、金も名誉も、あ、男もやりたい放題。あら、ひどいひどい、一体誰がこんな、誰が、こんなのどうして。どうかしましたか？タイヤが、タイヤ。よければ僕の車で。春日、こんなところまで呼び出して何の用だ？いや、この前の情報提供料なんだけど、あれ100万上乗せしてほしいんですよね。今井さん何言ってんだよお前。それはもう終わった話だろ。俺甘く見ないでくださいよ。痛い目合いますよ指導エンジさん。ここまでは花王と、これからは外交部隊として神に使え、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。俺甘く見ないでくださいよ。痛い目合いますよ指導エンジさん。何の真似だよ。情報屋さんさ、あんたが行方不明者の戸籍買って偽名使いまくってんの分かってんの？本名指導エイジ、公文書偽造の罪で逮捕する。公務執行妨害も追加しますか？さすが優秀な刑事さんね。誰？恨み屋よ。恨み屋？本当に実在してたんだ。ねえ春日刑事、あなた私たちの仲間にならない？は？あなたなら最低年収5000万は保証するわ。5000万？これは手付けの100万。どう？いいよ。じゃあ手錠外してちょうだい。彼も私たちの仲間よ。よかったっすね。早速だけど、警察内部で制服教とつながってる人間を調べてほしいの。また制服教が。わかった。
いいネタ仕入れてやるよ。恨みや、奴は腹黒上にギャンブルで借金まみれだ。必ず裏切るぞ。金で簡単に買える人材は貴重よ。それにあなたを助けるためよ、指導英二さん。ん？それより明日が本番、しっかり頼むわよ。お前、俺を誰だと思ってんだよ。お前情報屋だよ、お前。世界一の。佐藤恵子さんは熱心な修行と多額の献金の功績が認められ、総本部に移ることになりました。おめでとうございます。ありがとうございます。これからはサンストーン様のそばで今まで以上に修行に励みたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとう。ああ、いい気持ちいい。あそこよ。あ、聞く。もっと上。失礼します。先生、お時間です。よろしくお願いします。ああ、分かったわ。今行くわ。待っててね。いってらっしゃい。地獄の三丁目までちゃんとお見送りしますよ。本番5秒前、4、3。皆さんこんにちは、蘭一生です。坂本美香です。今日は霊能者の轟花江先生に、今世間を騒がせていますフリージャーナリスト母子殺害事件について霊視をしていただきたいと思っております。それでは先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。テレビ公開捜査、フリージャーナリスト母子殺害事件の真相に霊能者轟花江が迫る。あ、ルチル・コーツ様の番組が始まりますね。そこで見ていきませんか。ええ。ありがとうございます。ゲストは大人力検定などで知られる石原総一郎さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。石原です。よろしくお願いします。事件は7月20日、渋谷区のマンションで起こりました。渡辺陽子さん、娘のみちるさんが斧で斬殺され、夫でフリージャーナリストの誠さんが現在行方不明となっています。来た来た来た、この轟花江様には全部お見通しだ。先生、この犯人は渡辺誠という男です。誠は帰宅をすると、妻と娘を椅子に縛りつけ、その手に斧を持ち、まず最初に妻を、それから娘を。渡辺誠は今どこに、生きてるんですか。自殺しました。西新宿の高層ビルの近くに。
西新宿銭湯が見える。西新宿の銭湯。おい参考者、すぐ現場に向かわせろ。近くの銭湯ですね。轟花江先生の霊視は当たるのか。現在都内各地にレポーターがスタンバイしています。西新宿にいる3号車を呼んでみましょう。こちら現場です。あ、先生の霊視通りですね、西新宿の高層ビルの近くに銭湯ありました。銭湯その先に廃墟になったアパートがあるわ、はい、廃墟になったアパート、こっちですか。こっち。そうです、行きましょう。廃墟になったアパート、こんな都心に廃墟になったアパートがね。あれあれれ、まさかまさか、えこれだろ絶対。あるじゃんあるじゃん、これいけるの。発見しました発見しました、これですよこれ。階段を上がったところに誠の遺品が見える。これ階段上がって遺品が、行っちゃいましょう。開いた。うわ怖い、今にも壊れそうな階段ですけれども。あれ、うわ、なんだこれ。はっ、なんだ、なんでしょう。なんか随分カラフルです。これなんだこれ。うわ、これこれ、これなんでしょうか。これはなんだこれ。なになに、布のようです。なんか書いてある。なんですか。来い、なんか書いてるぞ。 HANAE。 うわ、なんかの暗号でしょうか。え、花江って書いてますよこれ。あれあれ、パンツですね花江先生。え、ずいぶん態度もでかいと思ったらパンツもでかいですね。失礼な、違いますよ。してもあんなところに、一番奥の部屋よ、一番奥の部屋。そこに誠が御所を大事にしていたものが見えるわ。一番奥の部屋よ。はい、ごめんなさい。怖いですね。真っ暗でなんか嫌な匂いしますよこれ。この部屋ですね、一番奥の部屋、ちょっと入ってみたいと思います。あ、向こうでしょうか。じゃあじゃあ、うわ、ね、荒れてますね随分中が。え、なんだこれ、なんか変な音がします。変な音が。音、ここですね。ちょっと開けてみます。凶器ですか。え、いや、そうじゃないですね、あれは。なんだこれ。あ、すいません、ちょっとやばいって。ちょっと勘弁して。おい、ちょっと、もしかしたら先生のですか。いや、やりますな、まさに大人の女ですな。違いますよ、襖をほら、開けなさい、襖を。そのとこに遺体があるから。遺体、遺体がこの、この奥にあるんですか。渡辺誠の遺体が、先生の歴史によるとこの奥にあります。私レポーターです。開けます、行くぞ。あった、うわ、あった、あった、よし来た、ありがとう。わかりました、大丈夫です、僕はレポーターです。この布団を今からこれ剥がしますよ。俺は剥がすぞ。すいません、ごめんなさい。今あれ、なんだこれ。手違いがありました。いや手違いって、上のあの千葉とちっと。そうだよ千葉だ。どうしよう、あれ、やっぱりあれを。ああ、申し訳ございません、ただいま番組の中で、非常にこう不適切なものが映ってしまいました。ほう、申し訳ございません。お前も大変だったな。いやいや、すごいのはこれからですから。お、よしよし。いいえ、しちょ、とりあえず V 行かせてください。何の V？ いや、ちょっと待ってください。 V 大丈夫、大丈夫、大丈夫、はい、VTR、はい、おっと、5、4、3、2、1、電波ジャックスタート。どなちゃん、 V V って言ったよね。ああ、花江は悪い子です。お仕置き、お仕置きしてください。いやいや、ちょっと、ああ、もっと、もっとお仕置きして。ちょっと待って、ちょっと待って、お仕置きして。
日村ちゃんも何言い過ぎしてもういいスタジオに戻ってスタジオに戻って止めろ止まんないんだってさ止まんないってこれ止めようどうすんのこれいやいや笑ってる場合じゃないこれ止めた方がいいって悪い子は悪い子ですねよっしゃ性欲に溺れる大嘘つきのインナー女が先生ごめんなさい占いも霊視も全部嘘信者って書いて儲けるって読むのあ極楽あ先生もっとお仕置きしてあ先生先生あバカな本当だ信者って書いて儲けるだ騙される世間の奴らがバカなのよあーもっともっと恵子これがお前が信じてた轟花江の真実だ嘘よ嘘よ恵子恵子申し訳ございません、電波が乱れていたようで、番組の方は続きまして、先生の方に、これは続きこのままあれこれは駐車場の車ですねこれ VTR 私の車だ VTR これは花江先生の車ですかあこれ VTR 大丈夫ですかどういうことこれ何ですかこれ渡辺誠の遺体だ先生どういうことですかなんで先生の車に嘘よ違うこんなのインチキインチキよインチキいやいやだってあの男にはめられたんです私が被害者は私なんだから、ね、警察に電話して警察被害者は私だ知らない嘘よ轟花の逮捕状を取って身柄を確保しろそれから遺体が見つかった花江の車をすぐ押さえろはい春日どこ行ったんだろうバカ信じちゃダメだよ篠原さんこの世で信じられんのは金だけだよとどろき花江をすぐに始末しろ了解しましたご長男の新一さんは信者仲間のリンチに遭いすでに亡くなっていましたその何かの間違いじゃない部に通じているものからの情報です間違いありません遺体は新一の遺体はすでに粉砕処理され肥料に使われたそうです肥料制服教は自給自足のエコ集団です殺害した人間の処分も兼ねて畑の肥料に役立てているんです新一が
医療を、うん、無一文からよくお金を作ったわね。横領したんですよ。20年以上真面目に勤め上げた信用金庫、私ももう犯罪者ですよ。善悪の基準なんて人間が決めたものよ。恨みがあるときはまたいつでもご用命を。俺の息子が殺されたんだぞ。金はいくらでも払う。制服をぶっ飛ばせ。報酬は1億よ。あなたに用意できるの。はあ？俺はな、もう怖いもんなんか何にもねえんだよ。横領だって強盗だって誰だってやってやるよ。だからお前は制服業マンたちの叱るべく。内緒なんだけどさ、ここにいるみんなだけに教えてあげるね。超気持ちよくなれる薬、違法じゃないし今すっごく人気あんの。大丈夫かな。私江口美穂って言います。出家したくて。ようこそ制服競争本部へ。僕はジャスパー。よろしく。よろしくお願いします。ここでの電力は全て風力発電で賄われてるんだ。エネルギーも食料も完全に自給自足、環境のことを考えた理想郷なんだ。開けてください。サンストーン様と共に巡ります、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 
ここが昔サンストーン様が聖なる石を見つけた場所だよ。今我々の大切な地球は存亡の危機にある。見よ、これが地球の今だ。世界中の森が、山が、川が、海が、悲鳴を上げている。未来を担うはずの子供たちの命が、まるで風に舞う木の葉のように次々と奪われている。私の胸は悲しみで張り裂けそうだ。このままでは間違いなくこの地球は絶滅する。神のお告げだ。一人でも多くの信者を集め、この地球を救えと。さあ、雄たけびをあげよう。神に選ばれし地球防衛軍の戦士たち、地球を救え、未来を救え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 、地球を救え。最高のネタ仕入れたよ。これは政府業とつながってる政財界警察官僚のリスト。とりあえず高く買ってよ。俺これ手に入れんのに人一人殺してるから。いくら欲しいの？
1億1億お前ふざけたこと言ってんだよ。お前いいわ1億で。お金が用意できたらメールで受け取り場所と時間を連絡するわ。さすが気前がいいわ。じゃあ連絡して。情報屋、これをヤドロギ警部に送ってちょうだい。お前なんで1億もするネタヤドロギに。次のニュースです。今日制服教被害者の会が結成され大規模な抗議集会が行われました。制服教反対反対。夏休みに入り大学生や専門学校生の失踪が相次いでいます。制服教被害者の会は制服教がブルーバタフライという新種のドラッグを使って学生たちを勧誘し次々と出家させていると訴えています。ブルーバタフライ。まだ7月中旬ですが あのバカ飲みすぎだよ。何なのあれ。ああブルーバタフライ、政府協が開発した新種のドラッグだ。ドラッグ。ああどんな副作用があるかはまだ分かっちゃいねえが規制されていない脱法ドラッグだ。女子高生の口コミで広まり政府協に入ればこいつがタダでもらえるってんで若者がこぞって出家し始めてるって話だ。霊感商法の次はドラッグ中毒。幹部も教祖も相当性根が腐ってるわね。でもヤバくね。リナもシワスダも完全にマインドコントロールされちまってるぜ。まあなんとかなんだろう。警察の威信に関わる大問題だな。誰から手に入れた。恨み屋です。恨み屋。ええ